もし息子がいたら息子にしたい若手俳優ランキング2019。もし自分に息子がいたら息子にしたい若手俳優を4305人に聞きました。爽やかイケメン揃い。早速見てみましょう。第10位、吉沢亮。笑顔が素敵でとても優しそう。あれほどのイケメンなら自慢の息子だと思う。いい子に育ってくれそう。ビビ国宝級イケメンで1位にも輝いた吉沢さん。息子だったら朗らかな笑顔で家族も毎日幸せそう。第9位、浜田辰臣。真面目そうで印象が良い。子役の頃も今もとてもいい子そう。子役の印象があるので息子を見る気持ちになる。大河ドラマ龍馬伝で福山さん演じる坂本龍馬の幼少期を演じ話題になった浜田さんも今年で19歳。第8位、中川大志。かっこよさと可愛さを兼ね備えている。親孝行してくれそう。可愛いし愛嬌がある。王道イケメンから au の CM で演じるちょっと変わった小松木くんまでと役の幅が広い。しっかり者の息子になってくれそう。第7位、伊藤健太郎。フレッシュな感じがする。子供っぽい笑顔が可愛い。将来息子ができたらこんな可愛い息子が欲しい。伊藤さんといえば今日から俺はのツンツン頭のヤンキー姿がすぐに浮かんでしまいますが、あどけない笑顔が可愛いんです。第6位、志尊淳。キャラじゃなくて本当に優しそう。両性的な不思議な魅力を持っているのが面白い。成人してからもお母さんと仲良くしてくれそう。今年公開の映画ハイ&ロー・ザ・ワーストでは最強の不良役で出演すると発表になりましたが、それでもいい息子に見えてしまう。第5位、新田真剣佑。礼儀とかもきちんとわきまえていそう。天然キャラで可愛い。若いけど頼もしい。一見クールに見えるのに笑顔の人懐っこさとのギャップが可愛い。語学も堪能で空手の実力もあるだなんて、全てにおいて頼りがいのある息子ですよね。第4位、山崎賢人。すごく気を使ってくれそうな息子。こんなイケメンが息子だったら毎日褒めまくる。素直そうなイメージなので家族仲良しになれそう。こんな息子がいたら本当に鼻が高い。毎朝寝癖つけながら母さんご飯と言ってほしい。おいしいご飯作ります。第3位、福士蒼太。疲れてたらお母さん僕やるよと家事全部笑顔で手伝ってくれそう。コミュ力が高そうでママ友にも人気になりそう。母をいつまでも大事にしてくれるはず。知的で爽やか、優しい、かっこいい、賢いの全てを兼ね備えている。家族思いで優しそうなどたくさんのコメントをいただきました。反抗期でもうるせえババアなんて絶対に言わなそう。第2位、竹内涼真。爽やかな好青年。爽やかで家族思いな感じがする。家が明るくなりそう。爽やか、好青年といった意見が大多数でした。仮面ライダーから池井戸作品までと全世代からの好感度が高い竹内さん。どうしたらこんな爽やかな息子に育つのか、竹内さんの親御さんに聞いてみたい。第1位、神木隆之介。他の俳優よりもダントツに清楚な魅力がある。子役時代から苦労しているので思いやりがありそう。誰とでも仲良くなれる人懐っこさが可愛い。ドラマデビューしたのはもう今から20年前。みんながその成長を知っている国民の息子的存在と言っても過言ではない。学生役のイメージがまだある神木さんですが、ドラマ集団左遷ではサラリーマン役でご出演です。以上、もし息子がいたら息子にしたい若手俳優ランキング2019でした。あなたが息子だったらいいなと思うのは誰ですか？コメント欄でぜひ教えてくださいね。高評価ボタン、チャンネル登録もお願いします。